新ーつ美穂子は、日本のロボット研究者。中央大学理工学部精密機械工学科教授。博士。専門は、ヒューマンインターフェース、ヒューマンロボットインタラクション。空間知能化に取り組み、空間メモリを提案。動物行動学を応用した人とロボットのコミュニケーションでも実績がある。ライダルを用いて、プライバシーに配慮した。 人間行動を計測できる技術も企業と共同開発した。1979年福島県岩木市生まれ。1997年に福島県立岩木女子高等学校を卒業。高校時代はテニス部に所属し、テニスに没頭する日々を送った。その後、東京工科大学工学部機械制御工学科に進学し、2001年に、 同大卒業。同大大学院工学研究科システム、電子工学専攻へ進学し、2003年に、同修士課程を修了。博士課程の途中から、東京大学大学院工学系研究科電機、工学専攻博士課程へ進学し、橋本秀樹の下で、空間知能科の研究に取り組む。2007年9月に課程を修了し、博士を取得。 空間知能化における空間メモリの提唱は、学会の論文賞や、奨励賞を受賞した。博士課程の途中から、日本学術振興会特別研究員となり、東京大学橋本研究室で、博士研究員を経て、2009年より、中央大学理工学部精密機械工学科助教に、就任。2013年には、准教授に昇進する。 空間知能化、ヒューマンインターフェース、人と協調した電動車椅子などを研究テーマとし、日本ロボット学会では、空間知能化に関する研究専門委員会の委員長を務めている。ライダルでは、上の図のように反射板で、レーザーの方向を変え、中央の図のように二次元的に照射。反射波が返ってくるまでの時間で、各方向の距離を計測する。 中央の図のような環境では、下の図のような環境地図が得られる。空間知能化では、環境、室内に設置したセンサで取得した情報をロボットと通信。ロボットは、自身が、多くのセンサを持つことなく、行動できるようになる。2019年、ニーズマは、空間知能化の技術を活かし、カメラを使わずに、 レーザー測域センサで人間の行動をセンシングする技術を株式会社リサーチと共同開発。オフィスや商業施設における人間の活動状況をプライバシーに配慮して把握することができる。犬は人間と社会的関係を取れることに着目し、ニーズマは愛着理論をロボットの行動モデルに適用。犬を参考に飼い主に対する懐き度、他者の許容度。 不安への感度といった指標を導入した。ありがとうございます。